航空各社によりますときょうの時点ですでに欠航が決まっているのはあす6日の合わせて6便です日本航空は高知発羽田行きが6日午後7時45分発羽田発高知行きが6日午後6時40分発の合わせて2便です全日空は高知発羽田行きが6日午後1時10分発と午後6時20分発 羽田発高知行きが6日午前11時発と、午後4時15分発の合わせて4便です。日本航空全日空ともに欠航の理由については、羽田空港の滑走路が一部使用できず、飛行機の手配ができないためとしています。